ダンフリーズガロウェイダンフリーズガロウェイは、スコットランドの州。北は、サウスエアシャー、イーストエアシャー、サウスラナークシャーと、東は、スコティッシュボーダーズと、南は、イングランドのカンブリア州と接する。南には、ソルウェイ湾があり、西は、アイリッシュ海に面する。総面積6426平方キロメートル。人口はおよそ14万8千人。州とは、 ダンフリーズ。ダンフリーズガロウェイは、かつてのウィグタウンシャー、カークカドブライトシャー、ダンフリーズシャーを含んでいる。ガロウェイは、カークカドブライトのスチュアートリー、メイシャーズ、ラインズ・オブ・ガロウェイからなる地域である。ダンフリーズには、インナーソルウェイとアナンデールが含まれている。ダンフリーズガロウェイが使用され始めたのは、遅くとも19世紀からであった。1975年。 二つの地域は、アナンデールエスクデール、ニスデール、スチュアートリー、ウィグタウンの各地域が集まって成立した。これらは1996年に廃止され、ダンフリーズガロウェイは州の地位となった。ウェルカムサイン。ありがとうございます。